ノートン・インターポール2は、ノートン・モータースが製造したオートバイである。当初は、名目上の排気量 588cc 空冷に、ローター・バンケル・ロータリーエンジンを搭載していた。インターポール2のエンジンは信じられないほど、滑らかに回転し、当時としては、速いオートバイであったが、様々なフリートユーザーで、日常的に使用されるようになるといくつもの欠点が、明らかとなった。 この欠点の中に無線電波の干渉からの点火装置の絶縁不良があり、フリートユーザーの指令書で無線機の通話ボタンを押すとエンジンが停止することとなった。気温が高い環境下ではエンジンはオーバーヒートとなり、サーモスイッチが作動するとローターの一つを停止させることで残りのローターはいかなる状況でも動き続けた。しかし、 動いているローターは停止しているローターよりもさらにオーバーヒートとなり、しばしばエンジン全体が適正温度になるまで動かせなくなることがあった。初期のモデルでは、電装系のハーネスが短く、フェアリング裏のマルチピンコネクタ部で切れることがあった。これは低速で走行中にロック2ロックまでハンドルバーを動かすと起こりがちであり、一歩間違えると動かなくなる恐れがある。 これを修理するには整備士は特段の注意を要した。ノートンモータースはインターポール2を一般には販売しなかった。販売は警察、憲兵隊、ラックといったフリー,イートユーザーに限られていた。生産終了が近づくと新しい水冷板の2ローターロータリーエンジンを搭載したモデル外くらいが製造され、インターポール 2A と名付けられた。インターポール2と インターポール2への生産が終了すると次の P52 型、コマンダーに引き継がれた。ノートン・インターポールニッポリス、オペレーターズ・ワークショップ・マニュアル、ノートン・モーターズ・リミテッド、パーキンス、クリス、ノートン・ロータース、オスプレイ・パブリッシング、ISBN1 から855321815、マグラット・デレック・ノートン・ザ・ コンプリートストーリー、ザ・クロウッドプレス、ISBN1 から861260628、ありがとうございます。